私が障害を負ったのは27歳の時に、脊髄腫瘍という病気にかかりましたと。これ放っておくと2年ぐらいで死んでしまいますよということで、切る必要があるんだけども、切ったらあなたは一生歩けなくなりますよということを言われて、かなり悶々としましたけど、当然行きたいと思ったので、手術は受けましたと。でその時には、会社を休職させてもらって、リハビリに専念して、で、その後なんとか車椅子に乗って復職できるようになったので、会社には来れるようになりました。で負っている障害としては、いろんな症状があるんですけども、見た目で分かりやすいのは、歩行障害があって歩きにくいですと。で他にも発汗障害といって、あるとこ切ったところよりも下、汗がかけないので、暑いところに行ってしまうと体温が上がってしまうという課題があったりします。バリアフリーな拠点っていうのが、ゆっくりではあるんですけども増えてはきていると感じます。バリアフリーマップの作成というのが各拠点で始まっていたりですね、ここも鉄道で通勤はしやすいんですけれども、一つ大きな階段があって、例えば雨の日っていうのはそこを本当に歩くの危ないんですね、雨の夜とかということもあって、今私は職場で配慮いただいて、車通勤をさせてもらっています。それに加えて、パナソニック全グループの中での DEI のグループといってですね、障害を持った人たちだけで集まったサークルみたいなものが、オンラインであったりオフラインであったりするんですけども、その中でですね、職場のバリアフリーであるとか、こういう時困った時どうしたよというようなことを助け合うような、モーメンタムっていうのが今生まれているように感じてますので、これから社員の働きやすさもますます良くなっていくんじゃないのかなと思っています。障害があるから昇格ができないとか、そういうようなバリアは感じたことがないですね。実際私も、管理職になる昇格試験というのは健常者の皆さんと全く同等に受けさせていただいて、今はアシスタントマネージャーをさせていただいてますので、障害があるから活躍が狭まれるというのは私は感じたことがないです。ありました。その人がどういうスキルを持っていて、その人と一緒に仕事をすると何が生まれるかという、いわゆるアウトプットを見て評価する人っていうのがすごく多いなと感じたので、海外と仕事をする上でも、私は杖をついてます、私は車椅子に乗ってますって言ったところで 何か見方が変わるということは、ないんじゃないかなと私は思っています。ブックレッツノートっていうのはいろんなところに現れている商品でして、例えば日本国内だと空港 のリムジンバス乗り場にはタブーブックが並んでますし、海外でもですね、消防車とかパトカーとか救急車の中止まっているものを覗き込むとタブーブックが鎮座していてですね、とても私たちの商品っていうのは彼らの目的に合っていて、製品として、性能とか品質っていうのは、業界ナンバーワンになっていると。日本ではですね、お客様からサービス品質のアンケートを取って、業界1位っていうフィードバックもいただいているんですけども、これが、海外で同じことができているかというと、必ずしも自信を持ってできていると言えない環境かなと思ってます。なので、私は製品がナンバーワンの製品なので、それに見合うナンバーワン のサービスっていうのを提供できるようになりたいと思ってます。